自然の音、チージとバーバと猫と日々の暮らしをつづる。毎日自然からの恵みに感謝する日々を過ごしている。たとえ梅干しの種やブルーベリーの絞りかすといえど、可能な限り利活用する。今日は捨てるなんてもったいない、捨てずにもう一度おいしいを作っておうち居酒屋で食を楽しもうの様子をご紹介してまいります。まずはおいしいの数々、じわじさんをご覧くださいませ。それではどうぞ。あ、お肉みんな食べ終わったのね。うん、これさっきあの、うん、キャベツ梅干しペーストを作るときに実だけ剥がすでしょ、で種ができるでしょ、うんうんうん、で種捨てるのもったいないので、うん、種あえたのね投げる種にあえたのね種にあのラズベリーじゃないブルーベリービネガーを浸しして、うんうんうん、そしてキャベツの千切りして、あとセロリも、うんセロリも、うん、斜めのスライス切りにして、なるほど、うん、そして和えたやつ。キャベツ結構味、あのキャベツの味生きてるよね。うん、あのちょっと色悪いんだけど、うん、美味しい。で、蜂蜜も入ってるし。ああ、うん、なかなかね、これ実だけでは作れない。うん、それ食べないの？え？そうそう、それお正月に作ったのと、うん、あ、やばいやばい、変なとこ映っちゃった、うん、こっち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 、カメラの下こっちこっち、まあ全然映っ、うん、そう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 、今日はあの柚子の皮冷凍にしといたので、うん、それを、うん、あの千切りにして飾りました。映ってません？いや、撮ってるの？だってボロをまとうような生活のボロをまとってるからさ。いいね。まあ別にね、うん、うまい、あの食生活が豊かなのでボロをまとってても一個に気にならないんだけどさ。それが誰に見せるわけでね。あ、見せっか。水はまずい。柚子の甘露にねまだ残っていて、これあちょっとあんま近すぎて見えない。あれだよね、あの、なんだっけ、カズノコみたいだよね、見た目、カズノコじゃない、うん、ない、ね、ないので、柚子の皮を飾りました。あ、うん、うまい、美味しいね、うん、柚子って結構美味しいよね。柚子って結構美味しい。日本酒に合うの？うん、だからそうでもないかな。いや、合わないことはないけど、うん、どちらといえば箸休めの方だね。ああ、そうそうそう、箸、うん、休みに作ったからさ。ビールは飲み終わったの？うん、ダイエット中だけど今日は特別ね。明日田舎に行くからさ、おうち居酒屋でちょろっとおうち居酒屋で、ね、これさ、からし並みで味するよね。うん、だってそれあの菜花だから。うん、菜花な、からし菜なんだよ。うん、からし菜、うん、そう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 、うん、美味しい美味しい。この酢玉ねぎ、うん、綺麗でしょ玉ねぎ。もうだいぶ食っちゃったな、うん、玉ねぎ、あのブルーベリービネガーだから綺麗なの。これ干し柿ね、 4等分にカットした干し柿、うん、うまいうまい、うん、うん、玉ねぎはただの酢玉ねぎ、あの塩麹とか使ったの？何もしてない、何もしてない。ラズベリービネガー入れて、うん、ラズベリー玉ねぎね。ビネガー玉ねぎと、それから干し柿、干し柿。あら。で、うん、少し蜂蜜入れたかもしれない。ただちょっと、うん、足りない。うん、蜂蜜入ってるね。うん、ちょっと酸っぱい。うん、綺麗なのよ。うん、キャベツにブルーベリービネガーはあんまり綺麗じゃないから柿酢にしてみようかなと。なるほど、うん、美味しい。そのね、うん、酢のものは酒合うかな、お酒ね、
まあ、そのね、うん、今日初お目見えの、うん、そのほら輪切りにした星形、ね、器みたいになったやつに、うん、スニンジをちょっと、ね、うん、映ってない、うん、に乗せてみました。なるほど、食べてみてください。うん、やばい、美味しいでしょ、うんうん。それから今日ちょちょいのちょいだったから、またちょっと今日はあの蒸し器じゃなくてあのケーキね、あ、蒸し器じゃなくて鍋、うん、鍋のあのなんだっけ、うん、型によって名前が変わるのであのチョコ蒸しあのパウンドケーキではなくて、うん、チョコケーキだね、うん、チョコパウンドケーキだね。今日オーブンでやったから、お湯入れてでちょっとこれ作ってみました。日本酒などのブランデーが、ウイスキーが、ね、ちょっと今日ブランディーはございませんので、ちょっとウイスキーでも飲んだら、まあ、スコッチが合うかな、うん、今日は特別ね、明日スコッチねえしありません、ウイスキーしオールドかもういっか、疲れたから。私まだ半分しか食べてないから、もうほとんどなくなったからいいね、うん、じゃあおしまい、はい、はい、ではごゆっくりどうぞ、はい。東北なまりが飛び交うおうち居酒屋はいかがでしたでしょうか。なお、捨てるなんてもったいない、捨てずにもう一度使っておいしいを作るにつきましては、カット干し柿の利用法も含めまして近日中にご紹介させていただく予定でございます。それでは最後にもう一度おいしい食卓をご覧いただきながら、次回もまた自然の音ジージとバーバと猫と各シリーズにてお待ちいたしております。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではごきげんよう、うん。